悲しげに咲く花に君の面影を見た。大好きな雨なのになぜか今日は冷たくて、季節は神のようなメッサバチで奇跡を生み出す命の芸術家、時代が望んだ天才外科医、ブラックジャック恋人はまだまだ亡くなったお父さんだよな。そんなことないわ。私だって初恋の人くらいいるんだから。え、本当に？ねえねえ、どこに誰よなさ。誰って、ずっと小さい頃。なんであたちを見ているの？幼馴染とか、その人かっこよかった？そういうんじゃなくて、私がまだ3歳ぐらいの頃、父が勤めていた病院の屋上で。お、待たせてすまん。お父さん、ちょっとお話ししとるから、おとなしくしてるんだぞ。記憶が残っているだけ。そうなの、残念だね。マスター、ごちそうさま。あ、先生、もう行っちゃうの？今話が盛り上がっているとこなのに。待ってよ、先生。驚いたな、クミちゃんに初恋の人がいたなんてよ。あ、そのこと誰にも言わないでください。恥ずかしいから。そのうち本当の恋人だってできるさ。あ、うん、どうした、クミちゃん。目が、片方が見えない。どうしよう、マスター。目が。おい、クミちゃん。前から左目が痛むって言ってたことがあります。だいぶ悪いんですか？白斑病だな。白斑病？なんなの、先生。眼球の膜、ここだな。この部分が白く濁って見えなくなるんだ。どうすればいいんですか？角膜を取り替えるんだ。
難しい手術じゃない。わかりました。マスター、早く病院に連れて行きましょう。おいおい、ここも一応病院だがね。そんなこと言ったって、先生に頼んだらいくら取られるかわからないじゃないですか。そうだな、高いぞ。おお、脅かさないでくださいよ。コーヒーをタダで飲ませてもらおうか。桜が咲く頃までね。ちょっと、写楽の時と随分違うじゃない。マスターのコーヒーのファンだからな。いや、ピノタの特製ミックスジューツもお願いなのよ。じゃあ、ああ、ブラックジャックだな。至急角膜を用意してもらえないか。うん、状態がいいものを頼む。だよね、よかったね、すっかり元通りで。ブラックジャック先生のおかげよ。前よりよく見えるみたい。クミコ、どうしたの？誰だろう、あの人。え？私のことをじっと見てる。男の人？どこよ？ほら、そこ。誰もいないわよ。え？だって、いるじゃない。クミコ？昼間暗がりで見えたあの人、誰なんだろう。他のみんなは見えないって言ってたけど。早く寝て忘れよう。別に異常はないようだな。先生のオペに言いがかりつけてきたのはクミコちゃんが初めてよのさ。言いがかりじゃないわ、本当に見えたのよ。眼科は専門外だがね、手術は一応成功したつもりだよ。でも先生、見えるんです。暗いところを見つめると、いつも髪が長くてハンサムな男の人が私に手を伸ばしてじっと見つめてるんです。お前さんの気の迷いさ。いえ、気のせいじゃありません。恋してるのよさ。言ったでしょ、私好きな人なんていないって。お前さんの周りにお前さんを好きな男がいて、密かにつきまとっているんじゃないのかね。じゃあよ、ストーカーとか。違うわ。今見えます、目の前に。だ、先生すいません。クミちゃん、直してもらったくせに失礼なこと言っちゃって。もし本当に何か見えるなら私の失敗だ。いえ、ああ見えて男友達のことが気になるんですよ。先生にはこれっぽっちも責任はありません。そうなのよじゃ。ああ、手塚君か。ほら、2ヶ月ほど前に回してもらった角膜のことなんだが。角膜？しー、ああ、分かってる。だが、どうしても提供者のことを知りたいんだ。実は。ねえ、これなんかいいんじゃない？うん。いつまでも変なこと考えてないで、もうちょっとシャキッとしなさいよ。ブラックジャック先生の腕は確かよ。きっとすぐ消えるって。またクミコ。待って、逃げないで。今そこに行くから。クミコ、あなたは誰？この世に存在する人？それとも私の心の中で作り上げた人なの？
と同じオカルト研究会の小松くん。って言うてもわしは UFO や幽霊を信じてるわけやないんで、どんな不思議なことも科学で解明できると信じてるんや。そうなの？シャラク君から聞いてましてん。目の中に男の人が見える女性の話。僕たち推理してみたんだ。ブラックジャック先生でもわからないのに、あなたたちにわかるわけないでしょ。いやいや、なかなか興味深い話です。問題は角膜やないでしょうか。角膜？そうや、自分手術のための角膜、どっから来るか知っとりまっか。それは誰かが病院に提供してくれるって。その角膜の提供者ちゅんは大抵市民なんや。人間の目はカメラの構造に似とります。せやからフィルムに映像が焼き付くように視覚神経に強い刺激を受けて、角膜に映像が焼き付くこともないとは言えんのとちゃいますやろか。まあ、まるで SF みたいな話ね。死んだ人が見てた映像がクミコちゃんの目に？例の男は角膜の前の持ち主と関係があるということになりませんか？バカバカしい。私は医者だ。そんなあやふやなこと信じられるか。でも、もしかしたらってことも。お願いです。角膜の持ち主を調べてもらえませんか？それぐらいのことは私もとっくに調べた。不審はない。その人、どんな人なんですか？提供者の秘密は守らなければならんのでな。話すわけにはいかん。でも、これは久美子にとって。そうだよ、大事なことだよ。もういいのよ。久美子。あの男の人は、子供の私を助けてくれた人かもしれません。え？だって顔覚えてないんでしょ？ええ、だから私が頭で勝手に作ってしまったのかも。でも、それでいいんです。ずっと会いたいと思っていた命の恩人に会えたような気がするから。チェンジーから乙女のロマンチックな気持ちがわかんないよね。さ、初恋の彼がプロポーズに来てくれたのよ。素敵。ニャン、やるぞ。もっと真面目にやんなよ。じゃ、ちょっと出てくる。そんなに幻の男のことが気になるのかい？あの、すみません。でも、どうしようもないの。いつもあの人に見つめられてるうちに、私、あの人のことで頭がいっぱいに。忘れてしまいな。きっと悪い夢でも見てるんだよ。クミコ、あの男の人のことだけど。分かってる。ワトソンも忘れろって言うんでしょ。幻なんだって。もういいわ。みんな私のことなんてほっといて。クミちゃん、全くしょうのないやつだ。マスター、もしかしたらクミコが見ていた男の人、幻じゃないかもしれません。え？またあの人が。どうかしましたか？あの、ずっと僕の後をついてきましたね。わしらの仮説が正しいとして、問題は一体どんな理由で角膜に男の姿が焼き付いたかやないやろか。
何かとてつもない衝撃を受けたから、多分その時目の前にいた男性の姿が残ったのよ。ほらおもろい推理や。角膜を提供した人は死んでるんだよね。つまりその男はその人が死ぬ間際に見た最後の光景。ん？倍速かゆいの？今何か思いつきそうなんだ。最後に見た顔って言えば、そうだ！もしかしたらこれ殺人事件じゃないのかな？なんやで？角膜を提供してくれた人は何かの理由で殺されたんだ。だから自分を殺した犯人の姿が強烈に角膜に焼き付いてしまったんだよ。やっぱりね。殺された人に殺した相手の幻が。久美子、今どこ？大沢公園よ。私あの人に会ってるの。本当なの？信じられないけど幻じゃない、実在したの。待って久美子、その人。大変、久美子今その幻の男に会ってるのよ。つまりそいつは殺人者や。だったら久美子が危ない。あーでちちんちんに血が気づく。不思議な話ですね。あなたの目に見ず知らずの僕が焼き付いているなんて。角膜の前の持ち主は犯人を教えようとしてるのよ、きっと。犯人は久美子さんをどうするつもりなんだろう。犯人にしたらゴロが出たら困るから口を塞ごうとするかも。そんな。いた。角膜に焼き付いてるのが殺人者だって？なんてバカなこと言ったんだ。だってちょっとしか考えられないって。角膜を提供してくれた女性は立ち寄り子といって交通事故で死んだんだ。そして久美子さんの目に映っているのはおそらく。おーい、危ない、久美子逃げて。ワトさんたち、角膜をくれた人はその人に殺されたの。離れて。そうだね、僕が殺したのかもしれない。だっては危ない。バカなこと言ったんだ。だって僕たち久美子さんを助けようと思って。そうです、この人は殺人者なんかじゃない。岸田さんといって角膜の持ち主だった女性の婚約者だ。婚約者？はい、この春結婚式を挙げる予定でした。あの日より子とドライブを楽しんでいました。有頂天になっていた私は気の緩みからハンドル操作を誤って、事故を起こしてしまったんです。放り出された私は助かったんですが、より子は車の中に残されたままで、私は必死により子を助けようと手を差し出しました。より子を助けられなかった僕は
殺人者のようなものかもしれない。私は警察でこの人が起こした事故の調書を見せてもらった。そして信じられないことだが、女性が最後の瞬間この人を見つめ、その姿を角膜に焼き付けた。そう考えるしかないと結論付けた。すごい風、春一番よ。春が来たって教えてくれる風。どうだ、もうおかしなものは見えなくなったか。ええ。おお、水に落ちたことがショック療法になったな。先生、私少し思い出したんです。何をだ。小さい頃私を助けてくれた人の顔、なんだか先生に似ていました。今回のことは春一番さ、お前さんにはこれから本当の春が来るんだよ。いつも偉いね。おじさん、今日は何がいい？なんてったってタイだね、タイ。じゃあ、イワシちょうだい。はいよ。アテチピノコ、よろしくね。僕、チンク。
こちらこそよろしく。みのこちゃんは四つ葉のクローバーでどんな願い事をするの？ジンクは何をお願いする？僕はよくわかんない。なんだ、わからないんだ。ねえねえ、先生。うん？恋ってどう書くの？どうして聞くんだ？いいかや、いいかや、教えて。うん。愛？愛ってあの愛か？愛したり愛されたりの。他に何があるっていうのよさ。お前、一体何書いてるんだ？うん、おちわちゃま。あなたのことをとても愛して。ラブレターか？いいじゃないか、別に。一体誰に出すんだ？好きな人ができたってことだな。いちいち聞かなくたっていいでしょ。ピノコは18歳よ。ちゃんと恋してる人いるんやかや。私にくらい話してくれたっていいだろう。ふやいましないのよじゃ。そうかい、そうかい。だったら一つだけ言っておくぞ。さっきの恋だけどな、あれ魚の恋だ。ダメだこりゃ。おいピノコ、手伝ってくれ。出かけるのか？ライバシーに口出さないで。ねえねえ、公園行こう。うん、いいよ。シーソーがいいよ。僕やっと乗れるようになったんだ。じゃあ行こう。
に言ってるの。あんたたちどう見ても子供でしょ。もう違うのよ。じゃあ私は18歳。はいはい、じゃあこれで1400円ね。だから子供じゃないって。サービスよ、サービス。サービスだったらしょうがないけど。子供を1枚。あんた大人でしょ。違います、違います。あけぼの中学の生徒です。太陽が出てるのに君の体はだんだん冷たくなっていく。ヒロミ、死んじゃダメだ。俺がわかるし、俺はここにいるぜ。俺にはもうどうすることもできないよ。なんだかよくわかんない映画だったけど楽しかった。またね。うん、またね。でね、でね、シャンタキチンクと私はとってもいい感じになっちゃって。その続き聞きたい？別に。あたち魅力ないのかな。おいピノコ、そろそろ寝ろよ。どうして？子供はもう寝る時間だ。もう私は子供なんかじゃないの。こうなったら絶対に大人になってやる。飯は？ピノコ、お前何やってんだ。あたち、きれい？冗談言ってるんじゃないよ。ほら、ロッチで若いんだからすっぴんで勝負しろってことだ。よし、恋人さん、ご注文は？フルーツコーヒー2つブヤックでブラックを、これ、うん、さ、飲むぞ。でも、いいから飲む。大人の恋人同士は喫茶店でコーヒーなら。ピノコちゃん怖いよ。行くぞ、チンク。うん、まずピノコちゃん、僕どこ行くの？恋人たちの邪魔は野暮ってもんだろ。ピノコちゃんはあの人が好きなんだ。何言ってんのよ、そんなこと。好きなんでしょ？うん、気のせい？だから子供は嫌いなの。それでピノコちゃんは大人になりたかったんだね。僕も。うん？大人になれたらいいな。
先生。うちの子を助けてください。うちの子が先生のお嬢さんとお友達だそうで。この子はピノコの。ジェイク、どうしちゃったの？これも天の助けだととりあえずお伺いしました。夕方から急に熱を出してお腹が痛いと言って転げ回って苦しむんです。心臓が右にある。心臓だけですか？逆になっているのは。お医者様がおっしゃるにはこの子は内臓逆位症とか申しまして、つまり全部そのあべこべになってるんだそうです。超音波検査をしてみましょう。これは珍しい。盲腸は左、肝臓も左に、脾臓は右にある。まるで逆だ。あの先生、心臓が右の人はたまにいますがね、こういう人は他にも変わった内臓を持っていて、そこが病気になることが多いんです。どこが痛い？ん？みぞおちの左が腫れている。まともなら右側か胆のうか胆管の場所だ。黄疸の症状も見られる。つまり双胆管拡張症だ。苦しいの。ああどうしましょう。ブラックジャック先生、早く治してやってください。もういたたまれませんわ。先生どうなさったんです？俺には人間の体の中が手に取るように分かるんだ。血管一本、神経一本でもどこを走っていてどう絡み合っているか知っている。だが体の中がまるっきり逆だと、こいつは厄介だぞ。先生、やってみましょう。ただし2000万いただきます。全然落ちたの？なんかいつもの先生と違うみたい。なんでもない。始めるぞ。うん。メス。はい。肋骨休腹直筋、外縁にて切開、扁平行。やっぱり思った通りだ。血管も筋も神経も全部逆だ。ピノコ、汗拭いてくれ。やりにくそうだね。余計な口を聞くな。くそ、何もかもが逆さまな世界がこんなにも手に負えないものだとは。何もかもが逆さま。監視、ピノコ、監視。つまりまともに。よしピノコ、そのまま持ってろよ。うん。もっと鏡を傾けて。よし、動かせな。映ってないぞ。もう少し傾けろ。はい。いいぞ。よし、もう鏡はいい。あとは皮膚の保護だ。ピノコ、ピノコ、ピノコ。お前の恋人は助かったぞ。恋人なんかじゃないよ、ナちゃん。よかったね、チンク。なんとか息子さんは助かったようです。生まれつき胆管が拡張していたんですね。 ありがとうございます。感謝するならピノコにしてください。あれは素晴らしい助手です。それに、
いやー、子供の字なんで住所を判別するのに時間かかっちゃって。これはピノコのラブレター、戻ってきたのか。ん、私宛じゃないか。それじゃ、この手紙の差出人だがね。え、子供じゃないよ。静かに寝かせて体を温めて手伝ってくださいませ。とにかく私の出る幕じゃなさそうですな。そこはダメ。なんだって。この人がそばにいるだけで、私いっそ島を出ようと。なぜ。あなたが。ネクストカルテ、土砂降りのち来い。カルテ NG。 ピノコ